こんばんは。雑誌ライトニングクラッチマガジン編集長の松島敦史がお届けするワンナートークの時間がやってまいりました。本日もよろしくお願いします。先週の週末ですか、日曜日ですね。ちょうどねライトニング校了真っ最中のタイミングだったんですけど、ドイツから、まあ、お友達っていうか一緒にお仕事絡んだことあるドイツ人の方がですね、フラッと東京にというか日本にやってきてランチしようっていうんで、渋谷の駅前で待ち合わせをしたんですね。渋谷の駅前日曜日って実はすぐそばなんだけどほぼ行ったことないんすよ俺で。外国の方なんで分かりやすいところがいいだろうなと思ってハチ公にするかどうしようかって悩んだんですけど、結局渋谷の交番の前っていう待ち合わせ場所にしたんです、駅の。そしたらハチ公の前に待ち合わせしなくてよかったなと思ったんですけど、ハチ公って行列できてるって皆さん知ってました？日曜日の昼間観光客たちがハチ公の写真を撮るために行列してるんですよ。でハチ公の前でピースして写真撮るみたいな状況になってて、もしそこで待ち合わせしてたら俺はみんなの写真に写ることになっちゃってたんでよかったなと思ったんですけど、でね、こういう案件って実はちょくちょくあって、皆さん来るとなんか東京案内してくれとか、なんか日本食おいしいとこ教えてくれとかっていうのが多いんですけど、今回はですね、何を食べようって話になって、ランチで渋谷の駅前にあるですねうなぎ屋さん、うなぎを食べに行きました。でうなぎっていうのはね、ヨーロッパでも食べられてるんですよ。まあうなぎって英語で言うとイールなんですけど、イールってイギリス人もあんま好きな人いないんですよね。結構酢の物とかにして食べる魚で、俺も海外で食ううなぎはすげえ苦手で、申し訳ないけど残しちゃうような感じなんですけど、日本のあのかば焼きっていうんですか、あれはですねみんな好きだから、外国人で食べたことなくて、まあ、大体寿司、天ぷら、とんかつ、この辺はね大人気だし、ドイツ人ってシュニッツェルって、まあ、言ってみればとんかつみたいな料理がドイツにもあるんでね、すごい好きなんですけど、うなぎ食べに行くってあんまりしてないんですね。実際お店入っても外国人の方ってそうそう見ないんですけど、でもみんな喜んでくれて、これが本当にうなぎなのかって言って、まあうな重をこの間、いただいてきたんですけれどもね、ご飯を食べた後、じゃあねってわけにはいかないんですよ。そうするとだいたい渋谷原宿界隈、を案内して回るんですけれども、まあライトニングとかクラッチでおなじみのブランドのお店がねたくさんあるエリアですんで、あちこち、次はじゃあここ、次はここってもう大体僕の中でコースが決まってるんですね。渋谷から明治通り、最初にはねでスタンプタウン一回行くんですね。スタンプタウンっていうのはブーツ、ブーツのスタンプタウン行って、そうするとあそこは実際に中で工房があって見れたりするのが逆に外国人なんかすごい驚いてくれるんですよ。で明治通りリアルマッコイズの店、地下ですね、またそこを見せてって俺が言うのも変な話なんですけど見せて、でちょっと中の方入ってマリジュアン、ダルチザン、スタジオダルチザンの店とか、あとはスマクロとか、大体その辺行って表参道を渡って原宿エリアの方に入っていくとトンちゃん通り行くと、でフラットヘッドがあって、ベルベル人があってとかって、もうねほぼルートが決まってて、もうこの間そこは行ったから別のところって言われると困っちゃうんですけど、でみんなね結構買い物とかもちょくちょくそこで楽しんでくれるんで、俺も連れてったら連れてったで結構感謝されるっていうね、なんかそんな流れになってるんですけどね。今回来てたドイツの方はベルリンでイベントをやってる方、日本のブランドなんかを、誘致したいっていう思いもあって、一人でポンと来てどこ行ったらいいのか分かんないから一通り海外に興味持ってそうな、ブランドのお店なんかをですねぐるっと回って、
で最後渋谷原宿エリア終わったら今度恵比寿エリアにタクシーで移動して、恵比寿でさよならっていうのが、恵比寿から代官山抜けてさよならかな、大体これがね多いパターンなんですよ。であとは僕ら的に言うと代官山の蔦屋書店さんとかね行くと、あのうちの本なんかも結構置いてあるんで、ああいうとこ行って本を 見てもらったり、まあ他社もこんなのやってるよなんていう案内をするんだけど、非常にね僕のガイド自分で言うのもなんですけど、結構好評でリピーターも多いんですで、じゃあ次は上野行こうかとか、上野も喜ばれますね。なんかねやっぱり日本のアメカジ文化を感じたいっていう人たちにはもう案内するところは渋谷原宿、あと上野アメ横、この辺鉄板なんで、もうちょっとコアになってくると中目黒の方行ったりとかね、もう3回目ぐらいですね中目黒案内するのはみたいな感じで、時々ね、観光できてる人なんかは神社とかお寺とかそういうとこ連れてったりもするんですけど、ぜひ今度ね読者向けにあの東京ガイドツアーっていう企画ができたら、もうみんなでも日本の方はね Google マップ使えばどこでも行けちゃうから必要ないのかなあのそういう案内が、いや実際自分が外国行って知らない場所なんか行った時にお店探すのがとにかく大変で、今はねスマホでなんとなく当たりをつけて歩けば行けるんですけれども、昔はねそんなのない時代から行ってた身からすると、現地でね新聞買ってフリーマーケットの情報を集めたりとかそんなことやってたんですよ。だからまあまあね、俺なんかはっきり言って別にね無料で案内してるし、皆さんに知っとってみたらすごく便利だろうなと思ってはいるんでね、最近そんなね週末特に平日は仕事があるから勘弁してくれって言ってて、土日だったら付き合うよって言って案内してるんです。まあでも結構ね渋谷原宿歩いてるだけで結構な歩数稼げるんで、俺も健康のためにもいいなと思ってね楽しくやってます。そうなんです。ほんでねこの間まあそんな感じで渋谷原宿界隈いろんなお店もあったんですけど、すごいっすね今インバウンドって皆さんメディアなんかではよく耳にすることはニュースなんかでも聞く言葉だと思うんですけど、お店行くと実感しますね。まあ外国人買いに来てますわ。いろんなところ聞いてみると大体みんなジーンズ狙い、やっぱり日本来たら日本のジーンズ買いたいっていう人たちがすごく多いみたいで、まあ本当またジーンズ熱が世界中でジャパンデニム熱って言ったらいいんですかね、上がってるなっていうのは、国内外で実感しますね。分かりやすい話、ヴィンテージにみんなが向いちゃう時ってどうしても国産ブランドとかってよりもヴィンテージの方にお金が落ちる確率が高くなるんですけど、今ヴィンテージがまた高くなりすぎてるからまたこっちに帰ってきてんじゃねえかなとかってそんなことも考えるんですけど、でもね皆さんに言ってます、外国人案内する時によく言うんだけど、今買っとかないと10年後20年後日本のジーンズどうなってるか分かんないぞと。それはブランドがどうのこうのとか力がどうのとかっていうことではなくて、生産背景がやっぱりいろんな制限があって買える時に買わないと次いつ買えるか分かんないみたいな時代にそろそろ突入するぞっていう話を説明するんですよ。だけどいやそんなことないだろってこの間のドイツ人も言ってましたけど、いやいやいやって本当に今が一番いいと思っておいた方がいいと、次来たら買おうと思ってたら次買えるかどうかなんて分かんないぞと、そんな保証どこにもないぞっていう話をしていたんですけど、まあねこれ聞いてる方々もそれは大げさでしょって思ってるかもしれないけれども、本当に革ジャン、デニム、こういった天然素材を使っている商品っていうのはまあ難しくなっていくだろうなとは思ってます。ただなくなっちゃうと俺も食いぶちなくすようなもんなんで、皆さん頑張ってもらわなきゃいけないなと思って、いるわけです。まあ、今回ちょうど私もトンチャン通りを歩いてて、お客さんを案内したんですけれども、そのうちの一つザ・フラットヘッド
っかりライトニング読者にはおなじみのブランドかとは思います。ザ・フラットヘッドの、宮坂まさるさんが今日のゲストで来てくださってますので、いろいろと、聞きにくいこともいっぱい聞いちゃおうかなと思っております。それでは松島敦のワンナートーク始まります。それでは松島敦のワンナートーク始めていきます。本日のゲストフラットヘッドの宮坂まさるさん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。こんばんは、宮坂です。宮坂さんはもうフラットヘッドブランド創業時からのオリジナルメンバーですよね。そうですね、はい、もう長い、まあ、いつの間にかこんなに経っちゃいましたね。フラットヘッドは、ブランドスタートは1996年スタートで、その前から、いわゆる古着のお店をやってた時から、はい、まあ、いるような形ですね。もともと創業された、フラットヘッドスタートした時の、はい、代表小林さんが、そうですね、はい、お店をデザートヒルズマーケットをやっていて、そこに、まあ、アメリカに行かないっていう一言で、まあ、僕はアメリカが好きだったね。ずっとバイク乗って、ハーレーをずっと乗ってた中で、はい、でまあ、そういうアメリカで面白いことやろうよ、バイヤーでもやらないっていうところからのきっかけですね。そうですよね。なんか96年っていうと、まあ、今からもう28年とかになるのかな、はい、前なんですけれども、僕がフラットヘッドのブランドを認識したのがちょうど2000年ぐらいの話なんですよ、うん、2000年だから4年ぐらい経って、はい、その頃って本当の最初ですよね。本当に最初。今はフラットヘッドといえば、まあ、世界中誰もがデニム、ジャパンデニムっていうのをまずは思いつくと思うんですけど、僕最初の頃のフラットヘッドのイメージって革だったんですよ、うん、で雑誌に出してるのも馬革の革パンのイメージがすごい強いですよね。それと多分ディアスキンですね。ディアと、そうですね、はい、なんかね、デニムっていうよりは革のフォースハイド、ディアスキンの、なんていうんですか、一枚革、一枚取り、一本取りっていうんですか、一本取りのパンツ、一本取り、ね、はい、一本取りっていうのは、レギンスの切れ目がない一枚でパンツの途中に、そうですよね、通常革が大きい革が取らないと入らない、レギンスが入らないんで、膝のところで大体継ぎ合わせるのが多いですけどね。それを裏表、はい、やって作ったっていうのが一つの売りでもあったので、あの時に確かね、ライトニングに最初に商品出させてもらった時、もうそっからのスタートだった気がします。はい、なんか俺そのページ、俺が作ったページじゃないんですけども、すごい記憶してて、僕入社間もない頃で、うん、革ジャン着た人たちがゾロゾロゾロって商品持って、会社に来てるなっていうのを目の端っこで見てたんですよ。うん、で紙面は馬革、鹿革のパンツ、ジャケットもあったかな。でもパンツのイメージがすごい強かった。あの時はあの鹿革のシャツ、はい、でそれの鹿革のシャツっていうのは、まあ、いわゆる、まあ、品番でいうと FSD-01 っていう一枚革の、はい、何もあの裏地がついてないモデル、はいはいはい、ウエスタンのタイプの、はい、それと一枚取りのパンツストレートとブーツカット、それから馬革のシングルのジャケット、はいはい、それからパンツ、もともとそのやっぱバイク、ハーレーの乗り物が好きでずっと乗ってた流れで、そこに合うものということで、まずそれをあの知ってもらおうっていうところがあって、いろいろ動いてた時です。なんかもともとイメージとしてはバイカーのブランド、そうです、ハーレー乗りのブランドみたいなイメージは強かったですよね。うん、そうですね。もうだってあの片田舎で、片
片田舎というのは長野県。僕は、ね、怒られちゃいますよね。長野県の長野県本社がある長野県の本社でやった時に、僕らのそのルートがないわけですよ、はい、アピールしてどこに行くか。当時は古着もやってたので、例えばアサヤンとか、はい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 、ブーンとか、はい、そういうあの類のものが、バイブルであったりとかしていましたから、はいはいはい、でそれとやっぱライトニングっていうのはやっぱ僕らも知っていたので、まあ、多分松島さん昔のライトニングさん、その時代の結構あの異色なライトニングの面白いライトニング時代だったのかなっていう。まあ、いろいろあの激動の時代だった。激動の時代だった。そうそうそう。これちょっと話したい。1年間で4人編集長変わった時代。あの月買おうと思った時代なんですよ、僕は。ダンスに出てきたやつの。はいはいはい。あったじゃないですか。そう、イチローが出てきたりね。そうですそうです。それの、やっぱりライトニングは行きたいよねって言って、もう、あの、アンニャをしたんですよ。はあ、はあはあ、もういい。キャラバンってやつですね。そうですいわゆる、はい。で、どうですかどうですかって、あの、出来上がったものを持って、はいはい、でもそんなにアイテムもないし、あとは自分たちで作った、あの、お財布とか、そういう、あの、僕とか小林とか、あの、何人かで自分たちで手作り、手縫いをしたお財布とかを持ってって、これ、はい、こういうブランドですっていうところを持って、行きましたね。今まあまああれですよね、商品のラインナップの中に革のパンツはジャケットはいっぱいありますけど、はい、シャツとかジャケットはディアもホースも今もあると思うんですけど、今パンツはやってない、ね、今はやってないですね。もうそう、パンツボトムスがどっかからその数年後急にこうデニムのイメージがガーッと強くなってって、デニムブランドみたいな位置づけになってきましたよね。で、もともとあの僕バイクスタイルがずっとバイク好きでやってましたし、はいはい、で小林はやっぱヴィンテージが好きで、はい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 、でそういうノリがやっぱ大好きで、やっぱずっとデニムやりたいっていうこともあって、で、まあ、たまたま先につながったのがまあそのレザーものだっただけの話で、はいはい、でそれがちゃんとあの温まった時に、出来上がった時にそのデニムっていうものが完成して、それで僕の中ではそうですね、そのデニムの位置づけを、フラットエッドのデニムっていうのを位置づけたのは多分松島さんたちが作ってくれたデニムの本ですよ。デニムスタイルブック、デニムスタイルブック、私覚えてます、その1ページ1ページって言うとあれなんですけども、デニムスタイルブック、色落ちにあんまり触れたことがなかったんですよ、我々も雑誌で。実はで 今でこそデニムは経年変化とか色落ちとかっていう言葉を使っていろいろやってますけど、当時はね結構リジットなデニムって、そのままポンと写真載せると本当雑誌映えしなかったんですよね。それを加工して、すごく覚えてるのは、社長が履いてるデニムは社長の仕事ワークスタイルってこうだからこういう色落ちなんです、倉庫で働いてる方はこういう色落ちなんです、お店のスタッフはこういう色落ちなんですっていうのを置いたんですよね。それでなんかこうフラットヘッドの色落ちをそこで初めて見せたんじゃないかな、ジーンズの。なんかその辺は僕も明確に記憶があって、今だから言っていいですか、あれね1ページ空いたんですよ、本作ってて、はいはい、こういうことってよくある話で、はいはい、今あんまなくなったけど1ページ急に空いちゃって、どうしようどうしようってなったんです。その時にそんな話をフラットヘッドさんに向かその前に行った時に聞いて、実は全然色落ちがね、人によって仕事の内容によって変わるんですよって、面白いなそれと思って、僕ね1ページ空いた、やばい、なんとかしなきゃ、あの話面白かったなと思ってすぐ電話して、そのジーンズを取り寄せて、なるほど、タイミングだったんです、っていう、うん、あの最初から計画してた、予定してたページでは全くなかったです。だからそのデニムの色っていうのは僕の中ではですよ、あのやっぱあれは強かったなっていうのはありますね、やっぱり。やっぱその影響が
影響がすごくあった、反響があったよっていうお話を聞いたんで、はいはい、調子に乗って次の号は、あ、次のデニムムックは全ブランド色落ちサンプルばっかり出したっていう、はい、やり方でやったのがインディゴマスターっていうムックだった、うんうん、はいはい、めちゃくちゃ覚えてるんですけど私も。だって別冊ライトニングボリューム4ですよ、あれ一番最初すごい覚えてるんですよ、もう20年前ですよ、うん、だからそうですね、だから本当にそれがあってのデニムっていうイメージもかなり定着できたとは思います、ね、いや、そこからね、うちが紹介したからってことではないと思うんですけど、あの、まあ、それも多少なりとも影響があったら僕も嬉しいですけど、そっからのデニムの勢いってすごかったですよね。そうですね、あ、もう本当に最初の頃よく言われましたけど、 いわゆる他社さんよりもあの色が濃くて、でムライトの質感が強くて、でそのヴィンテージ云々からちょっと外れた、うん、でだけどその表現したかったのが、僕たちはもう当時からもそうですけど、今と昔の融合スタイル、ヴィ、はいはい、ンテージを思いつつも、ええ、今の縫製技術とその時代のいいところのイメージを僕たちのフィルターで通して一本を完成させるっていうスタンスっていうのはもうその当時から出来上がってましたし、それはもう今も変わらずのスタンスなのかなとは思ってますんでね。3005、これが一番のそうですね、フラッグシップの、そうですよね、もうずっと当然今もそうですね、あるわけですよね。でね、僕もねその頃3005でやっぱり僕も履かしてもらってたし、多かったのが例えばライターとかカメラマンさんなんかで、僕らがそう取り扱ってるジーンズ20,000円、うんうん、なんで高いの、うん、っていう、なんでこんな高いのっていう話をするときに、いや生地がどうでセルビッチがどうで、うん、もちろん説明はあるんですけど、入門の人たちにそんな難しい話しても分かんないじゃないですか。だから俺いつも言ってたのは、フラットヘッドっていうところのジーンズを履いてみなっていう話をよくしてたんですよ、うん、そうすると履いて洗って履いて洗ってって繰り返していくうちに、ジーンズの表情がすごい変わってくんだよと、うん、だからまずはそこから入ると、あ、違うなっていうのが実感しやすいから、うん、しかもやっぱり縦落ちも独特じゃないですか、うん、あれってその知らない人からすると、おー落ちてる落ちてるっていうのを実感しやすいんですよね。だからまずはそこから履いたら多分やめられなくなるよ、癖になるよっていう説明を当時すごいしてました、うん、なのでだからその経年変化、うん、変化の面白さ、本当に伝え履く人によって表情が変わるっていうところがやっぱ面白くて、だからよくその当時言ってたのが、店頭に並んでる時は 50% で履き込んで完成させて、お客様の方って元で行って 100% とかっていうスタンスの、ことをよく伝えてましたね。やっぱりそれが僕らの作るデニムですよっていうイメージですかね、イメージ付けをさせてもらいましたね。でフラットヘッドの、まあ、3000番台、あ、そうですね、3000番台の生地っていうのは、はい、まあ、ちょっとデニムかじってしまえば、あ、フラットヘッド履いてるっていうのが正面から見ても分かるんですよ、うん、当時はもう本当によく分かりましたね。そうですよね、もう分かりましたね。なんであれはすごい強くて、はい、もちろんねマーク入れたりとか、ステッチのあしらいとかで、うん、後ろ姿で、あ、どこのことだって分かるデニムはいっぱいあるし、うん、だけど正直、どっちかな、あれどこの履いてんだろうな、シュガーケン履いてんのかな、フルカウント履いてんのかな、ウェアハウス履いてんのかな、みたいな感じで、はい、本来みんな見てて悩むところを、フラットヘッドは一発回答だったんですよ ね、 そうですね、あ、フラットヘッドってすぐ、俺街歩いててもすぐ分かりましたから、分かりましたね。それってすごい俺は他やってなかったことなんで、強みだな、ね、あの別の手法だったらね、例えばエビスジーンズが、昔ねお尻見たら、あ、エビスってすぐ分かったじゃないですか、うん、それとはまた違うアプローチで、うん、誰が見てもすぐ分かるジーンズっていう風にしたなとは思ってたんですよ。そうなんですよ、あれはまさにその通りでしたね。本当に分かりましたからね、自分でもよく覚えてますね。作ってる方々が
街で見かけたらその喜びってまた半端じゃないですよね。当時はもうすごい嬉しかったですよね。もう心の中でというか、もう車に乗ってて、あ、ガッツポーズ、もうもうあとやっぱバイク乗ってたので、でその当時はブーツカットとかも出してたじゃないですか、はいはいはい、で基本やっぱそのあの当時って流れ的には古着の時からそうだったんですけど、ウエスタンシャツが大好物だったんですよ。チェックシャツとかもありながらアメリカンカジュアルの中 の, そのウエスタンシャツデニムの、いや普通のシャツ系もウエスタンスタイル、はい、要はバイクと要は車と、あ、車じゃない、要は馬とバイク、鉄馬って言いますからね、っていうそういう乗り方のスタンスが好きで、だから僕のファッション自体もやっぱりウエスタンのシャツにブーツカット、はいはいはい、僕は足短いからブーツカットならないんですけど、カットしちゃうからノーコメントですでブーツカットで、で当時は僕はウエスタンブーツなんですよ。ウエスタンブーツが大好きで、ウエスタンブーツのスタイルでバイクに乗るっていう、はいはいはい、で革ジャンを上から羽織るっていうのがやっぱ基本好きだったので、そうなるとやっぱ、結構一つのスタイルとしてもその時から、まあ、出来上がってるというか、ウエスタンは大好きでしたね、あれですよね、ブーツカットもそうだし、昔ベルボトムもやってました、ありました、ありました、ベルボトムやってるとこなんて、はい、ほんと少なかったから、ね、ベルボトム履きたいんだったらフラットヘッドっていうのもすごい、名前出しちゃうとあれだけど、田中凛太郎さんとかフラットヘッドのブーツ、あのベルボトムいつも履いてたの俺すごい記憶してますよ。この間もベルボトム履いてたな、そうですね、よく当時またお休みした時に、ね、また作ってよ作ってよって、でブーツカットはデニムだけじゃなくて革もやってましたよね。革も やりましたよ。革のブーツカットなんて作ってるところなんか他になかったんじゃないかな。ストレートとブーツカットっていう、そうそう、俺もディアのブーツカット履かしてもらいましたもん。俺はそうですよ、まだ足短いですけどちゃんとブーツカットになってましたよウエストもしっかりはまりましたもんね当時はねそう、でもディアスキンをこのアメカジ業界でここまで広めたのはフラットヘッドの力以外の何者でもないと、これは、僕は率直に思うんですけど、ありがたい、あの本当にそう言っていただくとありがたくて、まあ、本当に縁があって、ディアスキンにつながって、あの、まあ、その前にディアスキンに行く前に結構レザーもう一回ブランドのオリジナルなる前に、はい、お店の別注を作ってる時に、レザーも実は作ったことがあって、牛革のシリーズで、はい、ベストとダブルとブル、あとパンツかな、はい、で作ったことがあって、やっぱりこれは面白くないっていう、でもともとやっぱあのアメリカでバイヤーとかもみんなやってたじゃないですか、そこでやっぱヴィンティージは嫌でも目にしますよね、はい、革ジャンとかそういう類のものを、はいはい、そうですね、そこでやっぱりそのインスピレーションって大きくて、でこの革かっこいいよなっていうのが基本的にやっぱ馬につながるわけですよ、はいはいはい、でディアスキンって逆になくてないというか、そんなにヴィンテージという世界観ではなくて、そのシャツとか革の面白さに引き込まれたのは、そのやってたブーツとか最初に革を作ったところの人にもこういう面白い革があるよっていうのも一つの紹介されて、じゃあディアでやってみよう、でネイティブも好きじゃないですか、バイク系の。そうですね、ネイティブアメリカンは ね、だからディアスキンってありますよね、高いですね、だからそれででも服を作るってどうなんだろうって、でもそしたらあの、奈良にいい革屋さんがあるよっていう紹介もあって、はいはいはい、でそこでつながったんですよ、何にも知らなかったんで最初、私も鹿川のタンナーが奈良にあるってフラットエッドさんで知ったんですよね、藤岡さんですよね、もう昔からやってらっしゃる鹿川専門のタンナーさんなんですけど、それで全く知らない頃、フラットエッドさんという名前を知ったか知らないかぐらいの頃に、どうやら奈良の鹿川で作ってるらしいよって言うのを聞いて、あ、やっぱり鹿って奈良なんだってすごく安直に思っていっぱいいるもんねみたいな、そういうイメージになりますもんねそうだけど全然ね、奈良の鹿を使ってるわけではないんですよね。 それを言ったらだって向こうでは
神様の使者だからやっぱ使えないじゃないですか、使えないというかそういうジャンルのものではなくて、でそのいわゆるファーマーズディアって呼ばれるその輸入、ニュージーランドからの、その輸入をしてきた原皮で、それで作ってるんだよっていうので、でそのシャツにしてもパンツにしても、ディアスキンって呼ばれるその決まり事のある中でも大きい革じゃないとこれって取れないねっていう。ただ安直に僕らは革まだその時素人なんで、はい、やっぱ素人的な発想で、こういうのってこのこういう革でできないんですかっていうところから、革屋さんの方でじゃあちょっと選別しようかって言って選別してもらって選ばれた革で、それってある意味業界的に非常識だってことなんですか。そうですか。じゃあその非常識というか無知を武器にしたわけですね。そうです、最初は武器になっちゃったんですよ。その感覚って今でも僕はものすごく大切だなと思いつつ、いやでも経験ね、これ何十年って経験してきちゃうと自分の中で結構勝手に引いちゃうじゃないですか。まあまあそうですね、物差しできるから、分かった口を聞きたくなっちゃう。だからそういうのもありつつ、でもある程度そのフラットで無知で入れるっていうのは今でも、今もちろん意識はしてますけど、だそういう本当に始まりって、あ、僕あの、そういうアパレルの学校出てきたわけでもないですし、はい、もうゼロからもう何もわからない状態からやって いたので、怖い先輩に誘われて、そうです。気がついたら働いてたみたいな、働いていつの間にか僕はアメリカに行きたくてこの会社に入ったのに仕事してるのに、いつの間にかなんかオリジナル作らされてるよ俺なんで会社にこもってなきゃいけないんだぐらいな感じですよ最初は。はいはいはい、はい、でもまあその中でやっぱ好きなバイクであったりとか、まあ定期的にアメリカへは行けてたので、まあ、それがベース、ベースというか、まあ、そんな感じですかね、スタートの時は。いやでもね、そう鹿革とか、まあ、それこそデニムの作り方に関しても僕らも本当に取材をしてお話を聞いてフラットヘッドさんに教えてもらったことって山ほどあって、ああそれこそ僕も無知でしたから、へえそうなんだと、いや本当に奈良の鹿だと思ってたんですから。そうですね、奈良公園の鹿だと思ってたぐらいですから最初は。そのぐらい無知だったんで私も。でだんだんそのね、あの日本の歴史における、川の鹿川の役割だったりとかっていうのも随分教えてもらったりとかね、知れば知るほどそこにはまっていっちゃったんですよね僕は。どっちかっていうと今宮坂さんはフラットヘッドでの役割としては主に川担当ですね。川のスペシャリストですね、はい、まあ、スペシャリストなんておこがましいですけど、まあ、ずっと好きで、もう30年やってたら、まあ、まあまあそうなりますよ、ね、馬と鹿側にはまり込んじゃった人なんで、はいはい、だからもうでき創業当時から作って売るっていうスタンスでずっとやってきて、まあ、それが今いまだに作って売るっていうことに なってるんですけど、革製品をもともと自社工場で長野の自分たちの工場で作ってたのは革小物系ですね。財布とかそうですバッグとか、そうです、そうですよね、はい、そちら側が、はい、でもあの財布も、はい、そこにコードバン持ってきたりとか、そうなんですよ、リザード持ってきたりとか、あれは、はい、やっぱり早かったですよね。だからその時にもルートがないので自分たちで探していくしかないので、はいはい、もちろんその僕らに手縫いを教えてくれた革の師匠ってあのいるんですけど、もともと僕らのクラフトの技術ってアメリカンレザークラフトなんですよ。要はアメリカが流してカービングレザーとか、その主流を組んだ師匠がと出会えたことで、ああいうバイク系のお財布とか、バッグとかを作る源流になってるんですよね、もともと。それを学んで、そっちのものを作る方に僕ははまり込んでいってしまった、まあ、ですけど、はい、そこでやっぱいわゆるサドルレザーっていうね、はい、課題クラのね、馬の蔵か、はい、馬の蔵とかを知るわけですよ、はい、日本にはこういう革はないのかっていうところも、まあ、
当時代理店さんとかはその輸入物のそういうレザーってたくさんやってましたけど、で調べてったらそれが栃木比較さんっていうところの田子川っていうのが日本にあると。だから田子川に僕ら今度今いわゆる栃木レザーと呼ばれてるやつですね。はいはい、栃木レザーさんの田子川に牛川の方は目をつけたというか、これもすごいね。はいはいはい、で田子川をまずそこで入れて、でその次にコードバンです。コードバンで、はい、コードバンはスペインがいいとかっていう情報も当時はあったんですけど、でそれがコードバンじゃ行き着くところはどこなんだって巡り回って新規企画で、はい、で今馬川は、コードバンだけにとどまらず、そうです、基本的には新規企画 でみんながみんなそこでつながっちゃったんですよ。ははは新規企画コードバンとそれの馬川のジャケット、はい、なんここにあるんだってもうあの時感動しましたよ本当に。へもうできるんだ、これだよねってすごく喜んだの覚えてます。やったって言って、でそこからですね、もう本当にそういう意味では最初から日本製っていうのにこだわってやってたから、革も日本製のものが圧倒的に多くて、まあデニムなんかもちろんそうですけど、靴なんかも日本製でしたもんね。もうメイドインジャパンにすごくこだわりを、これは今もですね、基本的にはメイドインジャパンで、はい、ただね本当に昨今の状況を考えると、どうなっていくかっていうのは本当にちょっと一抹な思う部分はありますけど、不安もありますよね。スウェットとかね今大変ですもんね、本当にデニム革より先にカットソーが危険っていう話をよくいろいろするんですけど、そんなことはないですか。まあ、だからその、まあ、産業自体がね、本当にそこの地域産業がどこまで盛り上がっていくか、あとまあやっぱりそのみんな現場補正工場もなかったりとかってするじゃないですか、だからそうやって考えるとね本当に不安は、まあ、尽きないですけど、まあでもね20年前さ僕らが始めた時からもう言われてましたからね。しかも浦哲さんのものづくりってあのめんどくさいオーダーが多いわけでしょ、はいはい、工場にしてみればめんどくさいです。どこでもいいわけじゃないじゃないですか。めんどくさいっていう言葉がちょっとあれですけど、難しいことを出するわけじゃないですか、だったりすごい手間のかかること、それを考えていくとこなしてくれる工場ってさらに絞られちゃいますよね。だからいっぱい当たりましたし、いっぱい、結局、まあ、最終的にあの残ったところとお付き合いをしているっていうだけのことで、理解を総合理解が成り立つところとお話ができて、それでやっていっただけの話で、それまでは本当に何社もやりましたし、でダメな時はダメだったしっていう経験はものすごくありましたよね。で騙されたこともありましたし、もう本当に、でまあそうやってものづくりの礎をこうフラットヘッドを築いてきて、ここ最近ですか、レザージャケット、レザーシャツの類も自社工場 で、はいはい、そうですね、長野の工房で作るようになった、はいはい、まあ、もともとその2016年7年頃から、はい、リアスキンのシャツとベスト、はい、これはまあお店のカスタムオーダーとして受けるようにしたいねっていうのがあって、はいはい、まずその2着から着手し始めたんですよ、当時。でその工房で、まあ、バッグとかも作ってましたけど、はい、まあ、職人もそんな数が多いわけではないので、でそこから今度あの本格的に、はい、あの今に至って工房である程度6型とか7型できるように今はなりましたけどね、うんうん、工房で何人ぐらいの工房なんですか。僕縫い子さん、縫い子さんは基本、今、僕も入れて5人5人で、はい、手縫いチームが6人。手縫いチームっていうのは財布とかってことですか。ミシンで、ジャケットなんかミシンで縫って、もうでもそうか、ジャケットが5人でミシンが5人で手縫いが6人、そうです、11人、はい、それって生産体制としてはそこそこの規模感なんじゃないですか。
規模ですね。まあ、でも、はい、あの基本ものすごく手間かかるじゃないですか、はいはいはい、でおかげさまであのそれを地道にやり続けたことによって、うん、まあ手縫いも波はありますけど、まとめてオーダーをいただけたりもしているので、まあ、それをこなすには結構今も、まあ、ちょっとお待ちいただくような状態にはなってますね。ありがたいことに従業員の方々は地元の人、基本的にはそうです。もう地元でもうベテランですよ。もう、もう長いことフラテッドやっててっていう、もう上、ずっとやってる方々ばっかりなんで、財布とかああいう、まあ、手作りのね財布とかってなかなかいいものって待たされるじゃないですか、はい、何ヶ月待ち、はいはい、下手したら1年待ち、はい、これって多分、はい、昔からそうで、そうなんですよね。だから、今どんな感じですか。今物にもよりますけど、大体でも大体ありがたいことで、まあそれでも5ヶ月とか、うん、もう 4,5 ヶ月は最低待っていただいちゃうような形で、ね、あ、でもしますかね。すでにバックオーダーを抱えているという状態で、状態になってます、ね、素朴なこと聞いていいですか、はい、今って財布って使わない人増えてると思うんですよ、はい、需要として。でも僕はなんとかいろんなところで、いや財布を持ってる人はある意味特別な人になれるっていうことを発信してるんですけど、どうですか財布って。多分財布と僕らずっとそのスタイルがデニムと一緒のセット的な販売じゃないですか。ポケットに入れて、うん、みたいな形のもの、はい、だからそれがお財布、小銭を用した一つのお財布として見るのか、うん、それとも本当にそのウォレット風のカードケース的な雰囲気でファッションアイテムの要素として見るのかっていう、その振り方は僕の中では一つ出来上がっているんですよね、うん、なんかそういう見せる小物として提案できていけば面白いかなと。おうおう、本当に、はい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 、いやな、あの見せられるアクセサリー色が強くなっているということですね。色が強くなっても面白いかな、うん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 、やはり僕の中ではあの技術、自分で言うのもあれですけど、やっぱりその縫ってる、人たちの技術っていうのはめちゃめちゃ僕あの高いと思ってるんですよ、うん、はいはい、本当にあの自慢できる職人さんたちを抱えて、あ、まあ、ありがたいことに、ええ、本当に努力家の人たちなんで、それをうまく、まあ、もちろんお財布だけに限らずですけど、ね、はいはい、まあ、残していきたいというか。需要としてはじゃ落ちてないですか財布自体は。波はありますよ。ただあの例えば直営店だったらカスタムオーダーを受けたりとかっていうこともしてますし、はい、もちろんその海外のお店さんとかそういうところからもその別注でこういう形のもの、ね、カードケースだけのものとかっていう要望には応えられるようにはフレキシブルにしてはいますけどね。昔のようにボコボコ売れるかっていったらそれはないですよね、やっぱり。あ、そうなんですか。革ジャンはどうですか。革ジャンは自分たちで作れるようになって良、はい、くなったことって言うと、あ、いや、ありがたいことにあの本当にどんなインバウンドの関係もありますけど、うん、やっぱり本当にタイミング的にもものすごくいい時期のタイミングだったのかなっていうのがあって、はいはいはい、やっぱりおかげさまで順調に売れてますね今。おー、ただもう生産量がもう限られちゃうので、で外に出すことのメリットも当然あると思うんですよ、はい、で中でやることのメリットもあると思うんですよ、はい、それはもう気に入らない部分とか、その直し自分で作ってるから、あ、ここが嫌だなっていうのはすぐその場で直せるじゃないですか。ああ、確かに、フレキシブルに、ね、フレキシブルに動いて、それを発信すればいいだけのことですよね、はいはいはい、今度ここ変えました、そう、ここ変えましたっていうことも自分でも言いやすいから、うん、自分でもやっぱそうできちゃうから、そうやって、まあ、伝えちゃうんですけど、はい、だからそういうやり方としたらもうやっぱスピーディーに動けるっていうのはものすごく、うん、今馬と鹿、まあ、どっちもありますよね。馬と鹿で言うならばどっちが強いですか。これね、半分半分ぐらいですよ。あ、そうなんだ、はい、そのアイテムにもアイテムによってじゃないですか、あの、
ヴィンテージ好き、どちらかというと僕の中のその馬川の今着地点というか、うん、写真にこだわった担任なめしの皮って、うん、それはジンズと同じ扱いなんですよ、うん、要はヴィンテージのように、うん、あ、要は履き込んだり着込んだりして色落ちがして、うん、そこで濃淡が出てこういうスタイルになるっていうのも一つのヴィンテージ のデニムの世界か、うん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 、それを僕は革ジャンにもそれが当てはまると思っているので、はいはい、着込んで擦れて剥げて出てくるっていうのは、うん、買ってくれたお客様が育てて 100% になるんですよっていうスタンスが写真の馬側だと思ってるんですよ。ほうほうほう。でディアスキンっていうのは収縮性があって丈夫でものすごく、うん、丈夫な革ですよね、はい、で浸透しした革でやるんでどちらかというと、うん、デザイン的にも特化できるタイト目にも持っていかれる避けづらいっていうメリットがあるので、はい、そういう遊び心あるのもディアスキンの面白さ、はい、で着やすい、はいはい、楽ですよね。楽です。はっきり言うとね、はっきり言って僕も今日着てますけど、まあ、やっぱ楽ですし、はい、っていうその2つの中の素材が住み分けが一応勝手なんですけど、あるんで、まあ、それをがよりもっと発信出て定着できれば面白いのかな。作り方として自分で初めて作ってみて分かりますけど、こんなに面倒くさいとは思いませんでしたけどね、大変ですけど、でも面白いですよ。逆に伸縮する素材ってまあ、言ってみれば 100% コットンのデニムってあんまり伸縮しないじゃないですか、はい、特にリジットの時って伸縮しない。で馬側も縫っててあんまり伸縮する素材じゃないですよね。そうですね、硬いですよね。ディアスキンってすごい伸縮するじゃないですか、はい、あれマシンで縫うのってすっげえ大変だろうなって。なんか大変ですよやっぱり、ね、持ってかれちゃいますもんね。本当に面倒くさいですよね。感覚が慣れないと合わせとかはやっぱりうまくいかないですね。で糸がつってみたりとか、はい、やっぱそういう失敗ってたくさんしたので、はい、やっぱりそこの感覚っていうのはまあ日々やりながらというか、これは本当に一枚たりとも同じ変わってないから、うん、まあ、動物ですからね。そうなんですよ、であれほど不規則に目が走る変わってないんですよね、ディアスキンって。へえ。一定方向で入るのが一般的な馬側であったり牛側って、はい、ね、ある程度決まってるじゃないですか。ディアスキンって本当に読めないですよね。へ、読めないんですよ。カットしてパンって縮む時もあれば、そうじゃなくて、はい、縮まなかった時もあるし、まあ、それはいいのかどうなのか別としても、はいはいはい、でも一つの商品を作る上ではそれを一つずつ課題をクリアしながら縫い上げる楽しみっていうのは、本当に今やってる職人たちもそうですけど、持ってやってくれてるから、本当に自信を持って僕は世の中に出せるものの一つかなとは思ってますね。勝手な消費者の意見としていいですか、はい、多分ね、ディアスキンのパンツは、はい、最近あんままた見てないんで、まあ、はい、浦哲さんがやらないから、はい、まあ、他でも見ることなくなっちゃったんですけど、あれまたやったらいいんじゃないですか。ディアスキンのパンツですね、勝手なこと言うなってハードル、まあ、でもそれは、ちょっと皮もね、一本取りにこだわらなくてもいいんじゃないですか。まあ、そうなんですよね。一本取りにこだわるとできない。そう、いや、できないとかじゃなくて、ええ、ほんと傷多いですよ。ああ、そういうこと。だからその傷をどこまで許容範囲とするかっていうのが、非常に悩ましい。いや、すごくね、僕は鹿革のディアスキンの快適さっていうのをフラットヘッドで教わって、自分でも着てシャツ着たりパンツ履いたりして、すごいそれはね、よく分かったんですよ。がないのがもったいねえなと思ってて、うん、まあ、シャツとかジャケットあっても、うん、パンツやったら通気性もあるし、ね、日本の気候にはすごい理にかなってると思うんですよ、はい、非常に湿気に強い革ですし、ね、通気性もあるんで、それはもうちょっと十分頭の中に、今の読者を代表してお願いしますまたディアス、できればウエスト40インチっていうのをお願いしたいんですけどすごい革使いますけどすごい量ですよ多分もう場合によっては肩をポケットなくてもいいです部材減らしてもらって構わないんでいやでも本当にね、ディアスキンのパンツは
またやってほしい。今ねあんまり革パンっていうところにみんなが着目しなくなっちゃってるから、さすがにね唐突に思われちゃうかもしれないですけど、僕はね革パンはねぜひねお願いしたいな。俺ね確かねクラッチを立ち上げて最初の号だったかな、その辺でも、はい、真っ先に確か取り上げたの、はい、ディアスキンのパンツだった気がするんですよ、はい、そのくらい好きなんですよ実は。だってあのこんな言い方していいですか、作ってる人たちからすると本意じゃないかもしれないです、だって楽なんだもんっていうのがすごいあって、あれ下手したらリジットのジーンズ履くのが楽ですよ。ああ当時はあの自分でもそう思いましたよ、あこれ楽だなって。ですよね、すごいなと思いましたもん、あの質感というかあの感覚、うん、で洗えるじゃないですか、まあ、洗えるというか、メーカーのスタンスでは言っちゃいけないのかな。いや当時は言ったりもしてましたけど、あ手入れさえすれば、はい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 、水に濡れた時に一番強い革だから、うんうん、あの俺洗ってましたもん、そうダメージは少ないとは思いますよ、うん、他の革に比べて。そうですよ、寝て洗いして絞って脱水してみたいなことをやっとけば、熱さえ加えなければそう、まだなんとか。熱加えると硬くなっちゃいますからね。それはあのあくまでも自己責任、自己責任やっていいそう、メーカーでは言えないやつ、メーカーでは言えないやつ、俺何でも洗っちゃう人なんで革ジャンでも洗っちゃう人だからあれなんですけど、そうだね、ディアスキンをあの僕はすごくディアスキン大好きなんで、そうなんですよ、他社で僕ディアスキンのダッフルコートっていうのを作ってますからね、もう世の中に一着しかないオーダーメイド、はいはいはい、それって多分フラットヘッドさんでディアスキンの素晴らしさを知ったがために、はいはい、あのダッフルコートを本当はディアスキンで作る予定なかったんですけど、はい、あのオーダーしに行った時にやっぱりディアスキンにするって言ってディアに変えたのを覚えてるんですけど、そうなんです、ヴィンテージのダッフルコートまんまディアスキンしか6等分って言ってましたけど作ったりしてきてるんですけど、 そのぐらいディアスキン好きなんですよ、くどいようですけど楽なんですよ。まさにその通りなんですよね、本当にもうね年取ってくるとそういうのが優先され始めてるんで最近はね、やっぱファッションは我慢だとかって言いにくくなってきちゃっていや楽がいいよみたいな話になっちゃって、その気持ちはもちろん分かります、でも多分30年前にフラットヘッドを知って、まあ、そこから例えばデニムが出てきて何やいろんなもんやったじゃないですか、はい、いろんなもアイテム提案されて、はい、アロハもあったし、はい、その洗礼を受けた人たちって、はい、僕ら世代もう50超えてる人たち多いんじゃないかなと思うんですよね、はいはいはい、そうですね、そうだからやっぱりその辺のターゲットの人たちは、うん、あの残ってる人たちももちろん今ファンですと多いと思うし、うんまあ、若者を取り込むベクトルっていうのもあると思うし、はい、こうブランドとしてはねこうどっちを見たらいいのかってすごい難しいんじゃないですか、うんうん、難しいです。だから本当に最近はもうやはり、その海外も含めてですけど、うんああそうですね、海外やっぱりね、うん、今はご時世この時代とともにやっぱり海外っていうのも一つの大きなポイントになってきているので、そこに向けてのアピールっていうのもしっかりと捉えていかなきゃいけないのかな。あえてね海外の話を今はねあんまり出さなかったんですけど、はい、あのすいませんそれはね海外の、あの海外で海外でってちょっと言い過ぎかなって自分で、ね、このラジオ番組でいろんなメーカーやってて反省してたんで、あえては、ね、あの海外の話を出すまでもなくフラットヘッドはっていうところもあったんでね、あえて触れてなかったですけど、でも海外のファンすごいですよね。ありがたいことにやっぱりそういうところはやっぱあのこれからもっともっとまだいけるでしょうとはやっぱみんな思っているので、結構会社自体も全方位的ですよね、はい、アジア、東南アジア、東アジア、ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリア、どこでもこの我々周りの業界の人たちからするとやっぱりフラットヘッドって一目置かれてる存在だし、取り扱ってるお店もね、多いし、
やっぱりデニムですか、海外は。デニムじゃないですかね、基本やっぱりデニムが主流になっていく。まあその地域によってはね、レザーが得意とかっていうのを、まあ、逆に言うとこっちから提案していかないといけないところもあるので、もっとしっかり根の張ったその活動っていうのは今後、しっかりとまた、ね、できていけばいいのかなとも思って、そこでいかにしっかりと自分たちの作ってるブランドはこうなんだよっていう PR、まあ、アピールですよね、それを本当に定番化できるように、よりできていけばいいのかなとは思ったりもしますけどね、こっからは価格との戦いですね。そうですね、もう何もかも、原材料が高騰してる、インフラが高騰してるっていう中で、でもいいものは高くても売れちゃいますもんね。だからそれそこなんですよ。だから そのいいものも本当にそのお客さんの価値によっても多分変わるでしょうし、いいもの、こだわりも伝わらなければこだわりじゃないってよく言うじゃないですか、だから本当はそこの部分っていうのは自分で逆に作っちゃってるからよく分かっていて、これでもう一手間かけた方がいいって本当にぶっちゃけの話をそう思ったりもするんですよ、でもそれがしっかり伝わることで付加価値が生まれる部分があるから、っていうのはまあ作ってて本当にあの答えがないんで、僕の自分の中で、ただそれはあの、まあ、やってる以上はずっと続いていくんだろうな、ずっとあの変わんない、考えてやっていくんだろうなと思ってますね、このない頭でも。いや、そうか。いやでもね、まあぶっちゃけた話、フラットヘッドすっごい時代があって、ものすごいやっぱり世界中で世界的に、まあ言ってみれば大ブームだった時代があったと思うんですよ。まあ今思いか、ね、そんなこともありましたね。でそこからちょっとリバウンドが来て、若干苦しい時代もあって、また今ブランドとして、もう一回復活して、復活してって言葉正しいですか？いや、今もすごい盛り上がってると思ってて、でも結局売れてるものってあんまり変わってないような気がする。まさにその通りです。ジーンズ、革ジャン、ネルシャツ、T シャツ、ね、それが大きいですよね。特に何か大きく変えたってわけじゃなくて、同じものをずっとやってるだけじゃないですか、きっと。そうなんですそうですよね。なんか新しいものちょいちょい刺したりもしてるのも僕も見てはいるんですけど、でもなんかフラットヘッドっていうイメージは結局変わってねえなっていうのが言い過ぎ、俺本心、本心喋りすぎてる。それが多分そのブランドの財産で あったりとかって するので、それがずっと、もちろんね、そのうちあのアプローチの仕方ってアイテムがちょっと変わってたりとかってもちろんするのかもしれないですけど、でも根本的な素材感であったりとかそういうものは変わってないんですよ、やっぱりずっと、と思ってます。本当にその財産を大切にしながら今後はよりもっと、それに今度作る方も注視できる立場にいるので、逆にね、レザーに関しては、だからそういうのも落とし込みながらより、あの面白いものを作っていきたいなっていう思いだけはね、強いです、強い、勝手に思ってますけど、いや俺の中でも実は俺が太りすぎちゃってフラットヘッドの T シャツとか以前はすごい着させてもらってたのにフィッティングがもうちょっとフラットヘッドのフィッティングでは俺の体型は無理だなって実は思ってたんですよ。でも去年久しぶりに俺イベントで T シャツ買わせてもらってでかいサイズがあるって買ったらすげえフィッティングいいんですよ、今のデブの俺にも。だからあれフィット変わったなとかってあれ変えてます？大きいサイズ、まあ、サイズの移動とかは結構試行錯誤しながらみんな考えてくれて、パターンは変わってないですか？パターンは多分ね微妙に変わってますよ。いろいろだ、コスンの寸法が変わってたりとか、それでスライドしたりとかっていうことはもちろんあるし、その時の今まで
でいっぱいいろんなことをやってきましたんで、はいはい、まあ、その中で、まあ、もしかしたら今後も変わるかもしれないです、はいはい、なんとも言えないですけど、ただ作れる環境っていうのは確保してあるので、そこさえあれば、うん、あとはどうにでもできちゃうから、久しぶりに T シャツ着てちょっとパターン変わったっていうか、うん、フィット変わったなと思っていて、あれ俺を許してくれてると思って俺の体型はもう許されないと思っちゃってさ最近はだけど本当ね、今でももうね基盤できちゃったんで、そろそろそのぐらい着ちゃってるんで白い T シャツ買っちゃったから、そう、基盤で最近黄ばみが激しいんで、また T シャツ買わなきゃなと思ってるぐらい、うん、あ、よかった、俺なんかでも着れるようになって、着れるんだ最近と思って、そう、もうよかったです。ちょっとねデブにはきついかなと思って今は大きいサイズを一生懸命展開しようとしてます。それも外国のそういうのあれが多いですよね、頭にもありますし、まあね、もう本当に早かったですもんね、まだ他のブランドがあんまり海外言う前から、ラテットは海外からのオーダーすごく多かったと思うし、そうですね、うん、本当にそれも本当にやっぱで、僕はやっぱデニムだった、うんうんうん、と思っているので、ニューヨークのお店とかね、 すごかったですからね、ラテッド ロスのお店もそうですし、ね、そうですね、推してたもんなと思って、デニムが中心でしたね、そこは他のお店さんもそうでしたね、うん、いや本当ね、私ね、宮坂さんとは本当にもうかれこれ20年の付き合いですよ。いやもう本当にもう二十数年になりますもんね、そうですね、松島さん僕がねライトニング入って23年なんです、だから丸々です、ね、だから本当そんな感じで、でも最初の1年ぐらいは僕洋服触らせてもらってないんで、多分まあ22年とかそんなもんだと思うんですけど、一番最初行って展示会行ったのが最初多分ね、恵比寿でやってた展示会に行って、はいはい、スバルビルの展示会行ったのが多分最初じゃないかなと思うんですけど、はい、なんかリーゼントの怖い人がいるなと思ってでもなんかリーゼントの怖い人喋るとすごい意外にも怖くねえなみたいなところからスタートだったんでねいいそうでね、もう本当付き合い長くて、そうですね、いつの間にか、いつの間にかですよね、なんかもう、まあ、お互い、われわれも会社、いろんなことあって、はいはい、会社が変わったり、はい、フラットエッツさんも母体が変わったりとかっていう、はい、いろんなね、はい、厳しい時代を、乗り越え経験してきましたからね、で昔いた人たちが離れていったりと、はい、これもね、はい、どっちもそうじゃないですか、はいはい、昔ねいろんな方僕も見たし、宮坂さんからしてもライトニングのいろんなメンバー見てるけどいなくなっちゃった人たちも多くてっていう中で、ね、かろうじてじゃねえな、かろうじてじゃ我々2人まだ残ってるっていう本当ですよ、もう頑張って二十何年残ったぞっていう2人なんて、もうこれちょっと俺と宮坂さんのこっから我慢比べかもしれないどっちが長くいるかみたいなお互い体壊さないようにねしてかないとなんかですよね、全くですよ、全くですよ、なんか残ってますね、あれはね、そうですね自分ね、僕もまあぶっちゃけ、まあ、どこまで当時からそうですけど、まあ、もちろんそんなこと考えて仕事してるわけじゃないじゃないですか、はいはい、だからまあこれもまあ本当にありがたい縁のつながりだなっていつも思っていて、こうやって松島さんとお話できるのもそうですし、こうやっていろんな縁があってこうやって来てるんだなっていうのをね、なんか、まあ、なんか変な話になっちゃいますけど本当にそう思いますよ、ね、俺最近本当につくづく思っちゃう、A 出版社からヘリテージに変わった時に、はい、宮坂さんと会ってね、俺二人で飲んだんですよその時にで宮坂さんと俺はすごい親近感がっていう話をね、今だったら笑い話にもしちゃってますけど、ね、してむちゃくちゃなんかこう、ね、いろいろあったから、うん、っていうところでね、うん、
なかなかね、はい、他の人には分かってもらえない苦しみをっていう状況だったからいいですかそんな笑い話入れちゃって。そうですね。でも本当今ね、あの新生フラットヘッド、すごくまた元気が出てきたなとは思ってるし、もう僕もね、本当僕一人じゃないんで、スタッフにも恵まれてますし、もうみんなが頑張ってやっていってくれるのかなと思ってますけどね。じゃあもう、あえてフラットヘッドの、まあ、カー部門の、リーダー、責任者としての、はい、宮坂さんだからこそ、はい、最後にもう一回お願いします、はい、ぜひディアスキンのパンツ考えてください。わかりましたという答えしか、わかりましたという答えしか返せない状況になってますよ。検討ね、検討をというね。そうですね。わかりました。ぜひ、お願いします。いやまだね、多分履いたことない、最近のライトニングの読者の方とか履いたことない人たちからするとディアスキンのパンツってどんなんなんだろうって思ってる人多いと思うんですよ、うんうん、経験すごい履きやすい、経験させたい。めちゃめちゃ履きやすい、なんか変なですね。はい、ありがとうございました。というわけでですね、松島氏のワンダートークお楽しみいただけましたでしょうか。またね、来週も続いていきますのでよろしくお願いします。本日のゲスト、フラットヘッドの宮坂勝さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、OK です。はい、ありがとうございました。